皆さん、こんにちは。会社側の人事労務を専門にしている弁護士の山崎俊と申します。毎日人事労務に関するショート動画を上げておりますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。さて、今緊急で動画を回しているんですけれども、今回はここ数日間炎上している神戸大学のサークルに関するテーマを取り上げたいと思います。それでは早速本日のスライドを投影いたします。それでは、炎上した場合の内定取り消しということで始めてまいります。ここ数日間炎上している神戸大学のサークルの問題の概要を説明いたしますと、神戸大学のバドミントン同好会のバッドボーイズに所属する学生が合宿先の旅館の襖の障子を破る、胴上げをして天井を破壊、備品の持ち出しといった行為をしたとされる画像や動画が拡散されて炎上しています。備品を持ち出したことを伺わせるような投稿がされていたということなんですけれども、実際に持ち出したのかよくわからなかったので、備品持ち出しの後にはハテナマークをつけています。で、これらの声については本人たちも事実を認めて、神戸大学がウェブサイト上で謝罪をするに至っています。ネット上では学生たちは旅館に弁償すべきであると言ったり、逮捕されるべきであるといった声のほか、内定を取り消すべきなどといった批判の声が多数上がっています。彼らに考えられる民事上の責任としては、まず不法行為に基づく損害賠償責任というものが考えられます。これはまあ備品等の修理代や客室等が使えなくなった場合の営業利益、こういったものが損害として評価されることになるかと思います。刑事上の責任ですが、備品を壊したことについては器物損壊罪、天井を破壊したことについては建造物損壊罪、その他に威力業務妨害罪や窃盗罪の成立可能性があると思われます。窃盗罪については同じく持ち出しがあったかどうかがちょっとよくわからなかったので、ここではハテナマークをつけています。次に今回の動画の本題ですが、今回の件ではどうやら4回生の学生もいたようで、そうなると4月から働き始めるという学生も含まれていたのではないかというふうに思います。で、内定取り消しについては有名な判例がありまして、この青文字の部分を見ていただきたいんですけれども、採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実であって、これを理由として採用内定を取り消すことが解約権留保の趣旨目的に照らして客観的に合理的と認められ、社会通念上相当として是認することができる場合をも含むと、いった、判断枠組みを示しているものがあります。そしてこの事例では、この青文字の部分ですね、反戦青年委員会に所属し、その指導的地位にあるものの行動として大阪市公安条例等違反の現行犯として逮捕され、起訴猶予処分を受ける程度の違法行為をしたということから、見習い社員としての適格性を欠くと判断し、本件採用の取り消しをしたことは解約権留保の趣旨目的に照らして社会通念上相当として是認することができるから、解約権の行使は有効と返すべきというふうに判断されています。今回の神戸大学の件のような場合には、使用者としてどう対応すべきなのかということについて私の見解なんですけれども、今回の件は刑法に触れるような悪質な行為なので、行為を行った者については従業員としての適格性を欠くとして内定を取り消しをしても有効になるのではないかなというふうに思います。ただ学生の中にはその場に居合わせただけで見ていただけというものがいた可能性もあるので、事情をよく確認せず安易に内定を取り消すのはリスクがあるかなというふうにも思います。そのため、まずは面談を行ってから本人から事情を確認すべきかなというふうに考えます。それで、判明している情報や面談で得られた情報からですね、内定に際して提出させた誓約書等に記載された誓約事項の違反が明らかになったような場合にはですね、面談の際に誓約事項に違反しているということを説得の材料として、内定を辞退してくれないかというふうに促した上で、それに応じてくれるんであれば、双方の合意によって、契約を解消できれば、解約できれば、紛争リスクを減らすことができます。ネット上で炎上しているようなケースなので、なかなか本人から、これに対して、抵抗が示されるっていうこともあまりないのかなと思いますので、この方法が一番リスクを減らす方法としては、いいのかなというふうに思います。補足ですが、今回のように刑法に触れるような行為を行ったことによる誓約事項に違反があったのであれば、内定取り消しも有効だということは先ほど申し上げた通りですけれども、些細な違反があったに過ぎないような場合には、内定取り消しは無効となる可能性が高いです。
まあ、あくまでも、解約権留保の趣旨目的に照らして社会通念上是認できるかどうかといった観点から、まあ、内定取り消しをすべきだということになります。というわけで本日も時事ネタを取り上げて人事労務と結びつけてお話をしましたが、いかがでしたでしょうか。今回の動画が参考になりましたら、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。本チャンネルでは人事労務に関する動画を毎日ショート動画でアップロードしておりますので、他の動画が気になるという方はぜひご確認いただければと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。